アンドリュー・チャールズ・パーマーは、イングランド出身の実業家、自動車技術者、ローバーグループ、日産、アストン・マーティンなど、自動車メーカーの住職を歴任、大学客員教授や工業系の各機関、協会メンバーとしても活動している。1979年、16歳で、スタッフ,フォード社州にある自動車用照明器具を扱う、会社、 UK オートモティブプロダクツリミテッドに見習い待遇で入社し、成人後の1983年から正社員として勤務を開始。大学にも通い、製品工学の修士号やエンジニアリングマネジメントの博士号を取得する。その後同社を離れ、母国の自動車メーカー、ローバーグループに移籍し、1991年からチーフエンジニアに昇進。 1991年、日本の自動車メーカー、日産自動車の欧州法人に入社。1999年に、日産自動車がルノー参加に入った後も残留し、2002年に、日産自動車本社に部長級で移動。以後、日本には13年間居住した。2004年には、日本人女性と結婚している。日産ライトトラックに出向して、社長として、 実績を上げ、2006年に執行役員、2009年に常務、2011年に副社長兼チーフ、プランニングオフィサーに昇格。一時はカルラスゴーンに次ぐナンバー2と目されるようになった。2014年、日産自動車を退社すると帰国し、母国の自動車メーカー、アストン・マーティンの最高経営責任者に就任。社内体制の変革を行い、 赤字を続けていた会社の立て直しを行った。2018年6月、F1 チーム、アストン・マーティン・レッドブル・レーシングに、来期から、ホンダ製エンジンが供給されることが決定されると、歓迎のコメントを述べるとともに、個人的には1980年代にホンダと、協力して働いたことがあることを明かしている。2020年5月、アストン・マーティン社を退任。 ありがとうございます。